グーグルフォトを見ていたらですね、私の母校、水産大学校の写真がたくさん出てきたんで、写真で私の学生時代、水産大学校をちょっと振り返ってみようかなと思います。この、こんな感じでですね、もう私の母校の水産大学校の大学周辺はですね、もうクソ田舎なんですね。えー、びっくりするぐらい田舎ので、最寄り駅の吉見駅があるんですけど、ここはね、 1>, で1時間に2本ぐらいしか電車が通らないんで、みんなね、それを乗り遅れると大変なことになるんで、ダッシュするんですね。で、あそこにうっすらと見えるのが大学ですね。大学近辺はこんな感じで、まあ田舎になります。入学する人は覚悟をしてください。写真に写ってるのは練習船天陽丸ですね。今新しくなって、新しい天陽丸ですけど、これは古い天陽丸ですね。まあこの辺ちょっとね、天陽丸で、えー、船乗船してる時のね、 え写真を見ていこうかなと思いますけれどもまあこんな感じでねえまあ船内生活をま送るわけですねこれはデッキから見た天王丸ですねどんどん進んでいってますね私はまあ2年と3年の時にですねまあ乗船実習がありましてで4年生の時もですね私は研究学生としてえ乗ってましたね船にちょいちょいとこれが天王丸の2人部屋私が4年生の時に乗った 実習,実習生かなあ研究学生で乗った時のやつですね研究室の配属先によってはこんな感じでね一人で乗らさせられることがありますねこれは二人部屋ですねでこっちが紅葉丸ですね私も紅葉丸にも実は研究学生で乗ってましたまあ実習はね二人部屋とかじゃなくて四人部屋だったり八人部屋だったりするわけなんですけど、まあ、こんな感じでね研究学生の場合はちゃんとした机が用意されたりしますね 結構快適ですよね。これが大学2年生の時に乗った天陽丸。8人部屋ですね、天陽丸は。8人部屋の4人区画。まあ、こんな感じでギッチギチのとこに、あの、すし詰めんされて、自分のベッドの上だけが自分のプライベートスペースになるんで、ベッドの上に荷物を置かなきゃいけないんで、これね、マジで狭いっすよ。かなり狭いっす。で、これがまあ2年生の時に乗船する時の、えー、やつですね。乗船するときは必ずスーツで、 えー、乗船しますねもちろん、えー、船の上では、えー、自習服を着ますけれどもこれは大学4年生の時の研究室での実験というか計測の様子ですね私はあのイカの研究室に配属されましたんで、えー、イカの研究をしてますねまあこんな感じでですね<笑>,笑顔で えー、イカ、イカまみれ、塩まみれ、海まみれ、いろんなものになりながらですね、えー、イカの、えー、生態についての研究をしてましたね。結構面白かったですね、この研究室は。まあ、こんな感じでなんか水槽のね、掃除をしてるやつがいたり、えー、しますね。結構面白かったですね、研究室は。私の研究室は3人だったかな卒業組が3人で、えー、非常に楽しかったですねで。これは研究室のメンバーですね。若林。 都市へ教授今、教授みたいですけど、当時、准教授。この人は顔隠す必要ないかなと思って、隠してないですけど、NHK のね、番組とかに出てますんで、もし隠してほしければですね、あの、若林先生、私に連絡ください。あの、当時のメールアドレスから私、変わってませんので、はい、あの、もし、顔を消してくださいとか、やめてくださいっていうのがあれば、連絡くれれば、すぐに速攻で消しますんで、連絡お願いします。そして、初めて女子学生が、 登場するわけなんですけれども。まあ、水産大学校、まあ、女子学生かなり少ないですね。私の学科でも入学時点で47人中7人だったかな。女子学生がかなり少ないです。ただね、女子生徒っていうのはですね、やっぱりこの男をまみる社会に入ってくる。まあ、気合の入り方が全然違うんですよね。もう男子学生のそれとはね、また違うメンタルの持ち主たちがですね、たくさん入ってきます。まあ、あの、航海士、 になった女子学生でですね、まだみんな多分辞めてないんじゃないかなと思いますね。私は聞く限りだと誰も辞めていないですね。男子学生でね、公開誌辞めましたっていう人はね、えー、ちょいちょい聞くんですけれども、女子学生でまだ公開誌になって、公開誌辞めます、辞めましたっていうのは聞いてないですね。なんでみんなちょっとメンタルがかなり強いんですよね。まあ、やっぱね、塩まみれになったりね、ちゃんとお風呂に入れなかったりとかっていうことをね、覚悟して入ってくるんでね、やっぱみんなね、 基本的にゴリゴリのゴリなんですよね。<laughs> あのー、これはね、えー、本当に強いですよ。みんな。もう男子学生の、こんなヘナチョコではないですね。でこれは漁船ですね。まあ、こんな感じで、まあ漁船乗ってね、えー、研究調査に出かけたりもしますね。まあこんな感じで、あそこに見えるのはあれですね、えー。水大の学生さんが、 えー、いますけれども、まあ、こんな感じで、えー、これは底引き網だったかな。まあ、こんな感じで、えー、調査漁業みたいなことをね提携している漁師の人でやったりもします。で、これがボクシングの中国ブロック大会ですね。私が4年生の時に出たやつですね。まあ、こんな感じで、ねまあ、部活もね結構活発です。水産大学校は。これ村田選手のサインですね。なんか サインが送られてきてびっくりしましたけれどもでここはですね日本一綺麗だと言われている角島ちょっとこの写真では綺麗さがわかんないですけどちなみにこの前にいるのはですね私のゴッドマザーですねでこれは海峡マラソンで乾燥した時のやつですねでここが私がアルバイトしていたサボテンブラザーズタコスとクレープのお店ですね ここだい、約3年間ぐらいここで働いてましたね。非常に楽しかったですね。いかがだったでしょうか。まあ、水産大学のね、話はもう、話そうと思えばもう1時間でも2時間でも3時間でも話せるんですけれども、ちょっとね、写真は以上になりますね。まあ、こんな感じで、本、ま、当、あ、ね、学生生活はまた東京の大学とかとはまた違ってですね、まあ、クッソ稲荷だったり、クッソ不便だったりですね、えー、船に乗る実習があったですねい、いろいろ楽しいことが多かったですね。 なんで、本当にね、入学する学生、入学するのを迷っている学生っていうのはですね、一、まあ、回試験を受けてみるっていうのがいいんじゃないかなって思いますね。で受かってから考えよう。うん、入学するのかどうかをね、えー、ぜひ参考になればなと思います。